今朝の気仙沼市魚市場。気仙沼港に水揚げされたばかりのケンサキイカが並びます。ケンサキイカは体が剣の先のように尖っていることが名の由来で、西日本などの暖かい海域で多く取れます。しかし最近、三陸沖の定置網にかかるようになってきました。気仙沼では一昨年までは水揚げがありませんでしたが、今年はすでに18トン以上が水揚げされています。海水温の上昇が影響しているとみられています。海水の温度も上がってきてたりとかってするのもあると思うんですけども、その暖かい海流に乗って上がってきてるのかなとは思います。気仙沼で水揚げされたケンサキイカは市内の寿司店で提供されるほか、関東方面などにも出荷されています。